エカテリーナ・アレクサンドロブナ・ゴルデワは、旧ソビエト連邦出身の女性フィギュアスケート選手。1988年カルガリーオリンピック。1994年、リレハンメルオリンピックペア金メダリスト。1986年ペア最年少など世界、選手権、優勝4回。パートナーは、夫でもあったセルゲイ・グリンコフ。歴史の中で、最も影響力があり、有名で、 多くの人が、これまでで、最高のペアであると考えられています。ロシア語読みでは、イカチリーナ・アリクサ・ー・アンダラブナ・ナガルジェイ・イエバが近い。2007 4歳の時に、クスカ・モスクワスポーツスクールに入学し、スケートを始める。1981年、ウラジミール・ザラブコーチの指示で4歳上の、セルゲイ・グリンコフとペアを組む。1983年ペア変更を拒否し、 ナデジナ・ゴルシコワがコーチ、マリナ・ズエワが振付師になる。1985年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。同年が秋、シニアに転校し、スタニスラフジュークにコーチ変更し、1986年世界、フィギュアスケート選手権最年少優勝。1986年7月、スタニスラフレオノビッチにコーチ変更する。 1987欧州選手権は失格。1987世界フィギュアスケート選手権優勝。1988年カルガリーオリンピックで金メダルを獲得。1989年、1990年と世界フィギュアスケート選手権優勝。直後アマチュアを引退し、プロに転向。1991年4月、セルゲイ・グリンコフと結婚。 1992年9月、第一市長女を出産。1993から1994年シーズンのプロ解禁。オリンピック後には再び、プロスケーターとして活動を始めた。1995年11月20日、パートナーで夫でもあるセルゲイ・グリンコフが、心臓発作のため死去。同年世界フィギュアスケート殿堂入り。 後に交際を始めたイリア・クーリックとの間に2001年6月、第2指示状を設け、2002年6月10日クーリックと再婚するが、2015年にクーリックと離婚した。ロシア・ゴラテン・ホンジ、エカテリーナ・オリーク・サンドラベナ・ゴーディバ・ハット、ライト・オン・ターゲット。インターナショナル・フィギュア・スケーティング。2009年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月12日閲覧 The Editors of People People the Best of Olympic Figure Skating Favorite Stars and Future Champions People ありがとうございます。